私にも。はい、皆さんどうもこんにちは、ガマラセチャンネルのチャチャと申します。さて今回ですね、こちらのゲーム、ドラガリアロストというゲームをですねプレイしていこうと思います。まあですね、まあ前にも実況した方には別に説明はいらないと思うんだけど、あ、ちょっとマイページに戻るか。ちょっと待って、声が、いや、でもパーティーの方がいいとかな。ちょっとね、なんかいちいちなんかキャラクターが喋るのを喋ってたらさ、なんか僕の喋る隙がねえな。で今回はですね、ですね、まあそもそもね、ドラガリアロスト知らない方のために説明するとですね、まあドラガリアロストっていうのはですね、まあ任天堂さんとサイゲームズさんが、まあ、共同開発したんかな。どうなんだろうな。まあでも著作権表記によるとさ、あの任天堂と、まあ、サイゲームズって書いてあるんだけど、どうなんだろうね、これサイゲームズ単独が、まあ単独で開発して、で任天堂と一緒に宣伝しているみたいな感じなんかな。だってさ、このゲーム見るからにさ、任天堂っぽくはないんだよね。なんかむしろさ、あの同じ 3D アクションで有名なあの某猫のやつっぽく見えるんだけど、むしろ某 猫のやつっぽく見えてしまうわけなんですけど、それを言ったらちょっとサイゲームズさんとかに失礼かな。で今回はですね、あの今ですね、なんかドラガリアフェスっていうものがなんか開催されておりまして、あのなんかこのゲームの主要キャラクターのドラフェスバージョンっていうものがあるんですよ。ドラフェスバージョンっていうものが、まあ今回はですね、あのまあ召喚するためのアイテムもねたくさん貯まりましたし、あとなんか10回召喚チケットを、まあ、いくつか集まったんで、まあ、今回は、ですね、最大ですね、まあ、50回できるわけなんですけど、最大50連できるというわけなんですが、まあ、今回は、ちょっとまあ、召喚のやつ見るか。まあ、今回はですね、まあ、真ん中にこれ、ほら、ドラフィスバージョン、食らう。まあ、これはですね、まあ、食らうっていうのはですね、ちょっと待って、一旦ボイス切った方がいいのかな、どうしようかな、もう。まあ、このですね、この真ん中にいるクラウのドラフェスバージョンを、まあ、当たったらね、即ね、まあ、動画をね、終了しようと思います。まあ、たとえね、50連の途中でもね、まあ、最大50連はやっていくつもりなので。まあ、これね、今回のね、まあ、ドラフェスバージョンクラウだけじゃなく、なんか、別の他の主要キャラクターのドラフェスバージョンも当たるっていうこともあるんですけど、まあ、僕が欲しいのはですね、まあこのクラウのドラフェスバージョンなので、まあこれを狙っていこうと思います。この子可愛いですよね、このクラウっていう女の子。じゃあやっていきましょう。じゃあ50連スタート。じゃあまあまずはちょっとチケット召喚っていうことで、まあっていうかね、まあ明日以降もなんか違うフェスっていうか違う召喚イベントがあるんですけどね。じゃあやっていくか。まあ召喚チケット、あ、まあでも召喚チケットこれ必ず使わなきゃいけないみたいだな。まあいいや、召喚チケット使っちゃいましょう。さあお願いします。どうかね、何だったっけ、クラウのねドラフェスバージョンがね、どうしても欲しいんです。さあお願いします。なんか僕にね、慈悲をください、慈悲を。さあ、まあここのね、まあ、ここがですね、虹色になったら、まあ、めちゃくちゃ大当たりなんですよ。ああ、でも、今回はですね、当たりがね、一つしかないですね。これはほとんどスカですね、ほとんど。まあね、このゲームで当たるのはね、まあ、ドラゴンとキャラクターだけだったっけ？武器も当たるんだっけ？わかんねえな。キャンドルインプ。あ、これは新しくもらったやつなんか。これはすでに持ってる。まあ、すでに持っているキャラクターは覚醒の雫をもらえるんですよね。で、この覚醒の雫っていうのは何に使うかっていうと、まあ、キャラクターのランクっていうか、まあ、キャラクターにはですね、まあ、ランクっていうか、星の数があるんですよ。まあ、その星3つのキャラクターを星4つにすることができたり、まあ、星4つのキャラクターを星5つにすることができるんですね。最大ランクは星5つです。まあ、そういう時の覚醒のために。頑張ります！あ、リカート可愛いかと思ったら男かい。これはスターインプ。インプって何だったっけ、悪魔だったっけ、悪魔のような形をしたドラゴンなんかな。これは持ってますね。これも持ってますね。
なんかかぶりが多いな。待って、バーンドラコもこれは持ってない、確実に。シノア、いやー、めちゃくちゃ可愛いですね、シノア。だけどね、欲しいものはね、そうじゃないんだよな。僕が欲しいものはドラフェスバージョンのあれですよ、クラウさんなんですよ。ドラフェスバージョンのクラウ。さあ、まあ次のね、20連目にやっていきましょう。20連目。いやね、この間のですね、まあ、前の動画でですね、なんかちょっとドラゴンが2体加わってるっていうこと、ちょっと待って、まあ、SSR が来たかもしんない、SSR が。でも、斧か。斧タイプの SSR ってさ、クラウじゃないような気がするんだけどな。覚醒の雫、まあ、これ持って、何これ。リンユ。わー、なんかめちゃくちゃ可愛いキャラクターが当たったんだけど、まあ、違う SSR のキャラクターが当たったんだけど、違うんだよな、それが欲しいんじゃないのよな。まあでも、せっかく当たった SSR のキャラクターなんだから、まあちょっと今後使っていきたいかもしれん。持ってる。これもさっき当たったよな。これなんだっけ？魔獣の相手は任せてくれ。うん、これ初めて見たら黒騎士か。あ、カオーゆえちゃんだぞ。ゆえちゃんか。ゆえかわいいな。てか、ドラガリアロスと女性の割合多くねえか？キャラクター。これ持ってるね。エステルだね、これ。これも持ってますね。誰やったっけ、この子の名前。これ持ってないな。オデッタ。あれ、ボイスがない。オデッタ可愛いよね、オデッタも。じゃあ、また30連目やっていきましょう。30連目。まあ、今回ですね、本当にね、何も購入してないので、課金は してない状態なんですので、あの動画以来、一回も課金してないです。あの動画以来、一回も。あ、これ、この両端に2体のドラゴンがいたら、これ SSR が当たる証拠なんじゃないでしょうか。SSR が2体いる、SSR が。さあ、おっと、剣、SSR の剣と SSR のドラゴンですね、これは多分。いや、どんなのが当たるんだろう。ちょっと、これは期待できそうだ。覚醒の雫。これもう持ってますね。これ多分持ってるな。つむじ竜。つむじ竜。これは？プロデュースなら任せておけ。あー、いや、かっこいいんだけど、違うんだよ、これが欲しいんじゃないんだよな。いや、なかなか当たりにくいな。スリルのある戦いがしたいね。やべえ、なんかすごいかっこいい竜が出てきた。アグニ、いや、すごいかっこいい。これ持ってないな。俺のスケート見せてあげる。オルセム、これもなんか持って、あ、持ってんだ。すでに持ってるキャラクター、覚醒の雫が手に入りますからね。ほっ、いや、これもかっこいいな、このドラゴンも。ストーリーボーク、なかなかいいラインナップ。普通で考えたらいいラインナップじゃない、いラインナップなんですけど、まあ、僕が欲しいものは、何度も言ってる通り、クラウドラフェスバージョンなので、まあ、それが欲しいわけなんですよね。まあ、いやー、さあ40連目に入っていくんだけど、まあ、この間っていうか、この間ですね、まあ、三姉妹召喚イベントっていうものがあって、当たったのが三姉妹の、まあ、末っ子だけだったんですよね、当たったのが。三姉妹末っ子。まあ、星4のね、星4のキャラクター。三姉妹の末っ子は星4のキャラクターなんですけど、僕が、あの時欲しかったのは、星5つの、まあ、長女の、三姉妹の長女、まあ、一番上のお姉さんの、まあ、レジーナっていうキャラクターが欲しかったんですけど、で、結局当たらなかったんですよね。まあ、とりあえず、ドラフェスのクラウバージョンがどうしても欲しい。40連目、やりましょう。お願いします。僕にもう、ドラフェスのクラウバージョンください。ドラフェスのクラウバージョン。お願いします。お願いします。あ、これ SSR だろ、これ絶対 SSR。まあ、さっきも言った通り、なんか、金のドラゴンが、まあ、横に2体いたら、てか結構な割合で言ったら、うわ、SSR、今回ドラゴンか。うわ、残念だわ。まあでもね、どんなものかちょっと見ていこうじゃないか。これなんか見たことないな。違反な、かわいいな。これは見たことあんね。おお、何これ、脇やん。
あ、なんか独特な名前だな。脇がヤングの略称。これ見たことない。あ、かわいい。教えてください。え、これってもしかしてさ、なんか 前にさ、なんかウェディングイベント的なのがあったじゃん。これサニアのウェディングバージョン。いや、どうなんだろう。でもなんか花嫁衣装っぽい格好してるんだけど、これそれともデフォルト。お、これもなんか、うわ、これこのドラゴンもかっこいいな。ポリアフ、これ持ってるね。これ誰だっけ。これ持ってるな。これ持ってんな。これ持ってんな。あ、これはさすがに見たことない。うわー、なんかごついドラゴンが。イフリート。イフリートってあれじゃないですか。あのね、他のファンタジーで言ったら、まあ、炎の精霊だったり、炎の魔人だったりするわけなんですけど、イフリートか。イフリート星4なんだ。まあ、結局もう、ドラフェスバージョンクラウは当たらなかったんですか。さあ、まあ50連目本当に当たってほしいな。50連目、お願いします。どうかね、僕にですね、ドラフェスバージョンのクラウをください。お願いします。ください、ドラフェスバージョンのクラウください。本当にお願いします。あの三姉妹イベントでレジーナさんが当たらなかったという、これさ、あのなんかさ、ドラゴンの胸のところが虹色に輝いているっていう。お、今回 SSR が2つじゃないですか。 SSR が2つ、杖だ。これさ、ワンチャン来るんじゃない。その SSR の杖のやつってワンチャン来るでしょ。 SSR の杖の形って多分ね、さっきさ、剣みたいなクラウって確か剣だったような気が、剣だったようなって、なんかセリフを言ったような、僕が言ったような気がするんですけど、クラウって確か杖タイプだったような気がする。グレイインク、これ持ってんね。これ持ってんな。これもすでに、これは持ってないな。俺に任せ。レックス、レックスさんもゼノブレード2の世界から飛び出して何してるんですか。これ持ってんな。これは皆にマナの祝福を。クラウさんじゃなかった。ヒルデガルト。かわいいけど。つむじ竜。持ってる。これももうすでに持ってんな、これ。プレイヤーか。持ってんだよな、すでに。あ、これもうさっき持ってるな。死にました。当たりませんでした。まあね、今回当たらなかったとしても、まあ来年以降もですね、なんかドラフェスバージョンのクラウが当たるっていう機会はね、まああると思われるんで、まあね、一応ね、まあみんな下の画面の下ら辺に、画面の下の右ら辺に、まあこの虹色のアイテム、これが召喚するためのアイテムなんだけど、まあね、まだね、何回かはね、召喚することができるわけなんだけど、まあ、さっきも言ったかどうかを、ちょっとわかんないけど、まあ、この動画の撮影当時で言ったら、明日、新しい召喚イベントが始まるんで、まあ、そのために撮っておこうと思います。結果はですね、まあ、こっちからしてみれば、まあ、爆死なのかな。どうなんだろうな。まあ結構な数 SSR のキャラクターは当たったんだけど、でも目標のキャラクターは当たらなかったっていうことで、うん、ある意味爆死ですね。うん、これってさ、まあ僕はその別にコレクターをですね目指しているわけではないんで、まあね、それにね、さっきも言った通り、あのドラフェスバージョンのクラウを手に入れる機会はまたあるっちゃあるんで、まあもしかしたら普通のですね、まあ、そのイベントが、召喚イベントがない時の、まあ、召喚で手に入るっていうこともあるんで、まあね、それでね、まあ、手に入るかもしんないので、まあ、とりあえず、今回は潔く諦めましょう。ということで、この動画を面白いと感じてくれたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。あとはですね、
この動画を拡散したり、このチャンネルを拡散したり、このチャンネルの他の動画を見たりとか、まあそこら辺もよろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画もしくは生放送でお会いいたしましょう。おつがま。